サンアリーナ西側にある調整地から見るメインアリーナ内部三重県 A ンアリーナは三重県伊勢市浅間町にある多目的アリーナ。外観は船、海、帆をモチーフにしている。三重県が施設を所有し指定管理者として株式会社スコルチャ・三重が管理している。略称はサンアリーナ。一万千人収容のメインアリーナ、三千人収容のサブアリーナ。 208席の国際会議場などからなる。総事業費は約162億円。これまでに生き物がかり、ドリームズカムトゥルー、浜崎歩み、福山雅春、ンジャニエイト、ヘイ、セイ、ジャンプ、ミスター・チルドレン、ビーズ、グレー、そして地元、三重出身の西野カナラがライブを開催している。また正月やゴールデンウィークなどの多客機には、 パークバスライドと称して、サンアリーナとその周辺の駐車場が、伊勢神宮参拝車用に開放され、下空、内空とサンアリーナの間を往復する、シャトルバスが運行される。スコルチャミエは赤福、ZTV、伊勢商工会議所、三重交通、33銀行、105銀行、NPO 法人伊勢コンビニネットが出資しており、 赤副代表取締役社長の浜田則康が、同社の代表取締役を兼ねている。国際メディアセンター出展、G7 伊勢島サミット公式ホームページ3月25日に、施設を管理、運営する、財団法人サンアリーナが設立され、同年に建設工事が開始され、1994年6月5日に、竣工した。 1994年7月22日から11月6日には世界祝祭博覧会の主会場として使用された。1995年1月4日には一般教養が開始された。1997年3月にはサンアリーナ全面の土地の一部を30県が購入。1998年4月1日には管理する三重県リゾート新高校舎が 財団法人三重ビジターズ推進機構に再編された。2000年10月7日から10月15日には、第25回パラシューティング世界選手権、伊勢島大会の司会場として使用され、これに並行して、三重スカイフェスタ2000が10月1日から10月22日に開催された。2006年4月1日には、管理業務が、 財団法人ミエビジターズ推進機構から民間会社出資の株式会社スコルチャミエに移行された。主なスポーツイベントとしては2006年7月にはバレーボールワールドリーグの日本代表戦の試合会場となり2009年9月7日から9月13日には第29回世界新体操選手権が開催された。また、 B リーグ京都ハンナリーズが2011-2012シーズンから毎シーズン2試合を開催している。2016年5月26日27日に開催された第42回先進国首脳会議では国際メディアセンターが設置され世界各国の報道機関によるサミット取材拠点となった。その後も2017年に全国菓子大博覧会を開催。 2021年に第76回国民体育大会の開催が予定されている。ありがとうございます。